こんにちは、新井家具別途館の M 島です。本日もご視聴のほどありがとうございます。本日は九州展示会で、大川産業会館という一番この大きな展示会場の方に行った時の、立野木材さんですね、こちらのブースにお邪魔してちょっと動画を撮らせていただいたんですけど、まあ猫のベッドっていうのが、立野木材さんありまして、まあ、ペット用のベッドなんですけど、まあそちらを写させていただいたんですけど、あとちょっとその他に大きなボードとかいろいろこう大きなものっていうのが展示がちょうどなかったので、まあ、弊社の方で立野木材さんのフレームが3つほどありますので、まあ、そちらの方のご紹介をしながら、展示会場の猫ベッドですね、猫のベッド の動画を紹介していきたいと思います。ではよろしくお願いします。こちらが立野木材さんのトスカというフレームですね。立野木材さんの方は色の方が、これがウォールナットなんですけど、それ以外にもオークとか、ブラックチェリーとかですね、材質を選べるようになっています。でこのトスカーなんですけど、ちょっとロータイプですね。ざーっと引いて、ロータイプのベッドで、この足元の象眼ですね、これはちょっと可愛いタイプですね。この象眼の方なんですね、この継ぎ目に使ってるこちら のタイプは、通常はこちら の薄い色とかを使ってるんですが、まあ同じ例えばウォールナットの同色っていうこともできますので、その場合はまたご指定いただければ大丈夫です。このスノコの方も相当しっかりしたいいスノコを使ってますね。とこちらが立野木材さんの方のラビーですね。まあ、弊社のこの寝具で10万円以上の、無垢のフレームではもう一番売れてるタイプになります。こちらの方もこれがウォールナットなんですけど、他に、ブラックチェリーとオークと木材も選べます。でシングルセミダブルかシングル2台の場合は、この木目を1枚の板で作ることができますね。木目投資と言いますけど、で木目を揃えるような形ができます。でこちらのラビーなんですが、こちらのタイプが通常 の足元1枚の板タイプですね。それともう一つがブリッジ型というのもありますので、次に紹介させていただきます。こちらが先ほどのラビーのオーク色ですね。オーク色でサイズはちょっとワイドダブルになります。で先ほどのノーマルタイプに、対抗して、こちらの方がですね、足元がブリッジタイプ、ちょっと隙間があるタイプ、こちらのタイプが、ラビーのブリッジタイプとなります。
こちらが先ほど見ていただいた猫ベッドの、 普通のベッドタイプですね。こちらがラフィネになります。このラフィネっていうタイプ、これの、 小さい版が、猫ベッドとして開発されたベッドですね。ちょっとヘッドボードの形が変わってまして、結構おしゃれなタイプですね。縦の木材さんのフレームっていうのはもうすべて草木になります。足元はもうすべてこのブリッジタイプのみですね。本日はこれで縦の木材さんのご紹介を終わります。九州の展示会のメーカー紹介動画っていうのはまだまだ続きますが、また今後ともご視聴のほどどうぞよろしくお願いします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。